80cm 列車砲は第二次世界大戦でドイツ陸軍が実用化した世界最大の巨大列車砲である。2機のみ製造され、1両目がクルップ社会長グスタフ・クルップの名前からグスタフ、2両目が設計主任エイリヒ・ミューラーの妻の名前から取られたドーラの愛称を持つ。この巨大な 80cm 列車砲は フランスのマジの線の攻略を目的に軍の依頼を受けたクルップ社で1934年から開発が始まり1940年に製造された。この砲は本来3機作られる計画だったが3番砲は未完成で終わっている。クルップ社製で総重量約1350トン、全長42.9メートル、全高11.6メートル。砲は 方身長32.48メートル、方向計80センチメートルのカノン砲であり、射程距離は30から48キロメートル。砲弾は、榴弾が4.8トン、ベトン弾が7.1トンと巨大であるために装填に、時間がかかり、発射速度は1時間に3、4発しかなかった。砲弾の輸送のためには専用の貨物列車が必要で、 方針寿命も短く、100発程度の使用で400トン、ある方針の交換が必要になった。発射の反動は5軸10輪の台車8台で、中体複座装置と合わせて吸収した。台車は、大型の貨車を4両使用し、射撃陣地に付設される。専用線路はレールが4本が必要であった。さらに、組み立て時には、列車砲自身の走行する4本のレールに加え、 輸送用の箇所の走る、通常の軌道、これらの6本のレールを挟んで1本ずつ付設される、計2機の組み立て用クレーンの走行するレールの、計8本のレールが必要となった。砲の移動には専用のディーゼル機関車2両を使用し、長距離の移動の際には分解されて運ばれた。その巨大さゆえに運用には多大な時間がかかり、実際の砲撃に先立つレールの付設、 法の移動、組み立てなどに数週間を要した。そのため、実戦に参加したのは1942年の、セバストポリ洋裁行為線、スターリングラード攻防線などを数回でしかない。この巨大な列車法を稼働させるには、法自体の操作に約1400人、防衛、整備等の支援に4000人以上の兵員と技術者が必要であり、 不評部隊であれば、旅団の規模であった。事実、これらを統括する、指揮官は、少々が任命されており、これは、当時のドイツ陸軍において旅団もしくは、師団の長を任ぜられる階級である。運用部隊として、第672重砲兵隊が編成され、前日のセバストポリ要塞行為戦では一番砲、グスタフが、カール自走級砲などといったドイツ軍の保有する。 大口径火砲の一軍として参加し、要塞に対して16キロの距離から48発を発射した。当列車砲は要塞攻略闘争の運用に適した戦闘においては圧倒的な破壊力を示した。当時これに変わりうると考えられていた航空機による爆撃には航空機自体の脆弱性や全天候行動能力の限界、爆撃の命中精度などの問題があったが、 当列車法の場合、敵航空機の脅威がなければ確実に敵を制圧できるだけの攻撃を観行することが可能であったからである。しかし、記述の通り極めて使い勝手の悪い兵器であり、また、ドイツが制空権を失ったため実力を発揮する場面は少なかった。なお、グスタフ・ドーラは可能法としては世界最大であるが、単純に方向形だけで比較すれば、 世界最大なのは、アメリカ軍が製造したリトルデイビッド迫撃砲の36インチ砲である。ただし、砲身長や砲重量、砲弾重量などの点で言えば、カノン砲であるグスタフ、ドーラの方が、はるかに巨大である。80センチメートル列車砲は、マジの線の攻略用に開発されたものだが、1940年に行われたフランス戦には、完成が間に合っておらず、 仮に、マジの線への総攻撃が行われていたとしても、実戦投入の機会はなかったことになる。同年10月に実施が計画されていた、ジブラルタル攻撃に際して投入が予定されていたが、やはりこの時点でも、未完成であった。1941年にはようやく一番砲が完成し、同年9月、マグデブルク北東のヒラースレーベン近郊の実験場にて、 最初の死者が行われた。その後、砲は、ポメラニアのリューゲンバルでの射撃試験場に移送され、死者と運用訓練が行われた。破壊されたセバストポリ要塞の30.5センチメートル、連想法九1942年1月、運用部隊として、部隊長、米ム大佐のもとに、第6 7二重砲兵隊が編成され、同年2月には一番砲グスタフを、 セバストポリ要塞行為船に投入することが決定されたため、第672重砲兵隊は拡大再編成されて出撃した。分解された機材は3月初旬から搬出を開始し、同月下旬より順次現地に到着し、4月中には運用のための専用船舶の構築が完了、5月には砲の据え付けを開始、6月5日には発射準備が整った。 6月6日には10メートルのコンクリートに防護された地下30メートルの海底弾薬庫に命中させて、これを破壊。6月17日にはマキシムゴーリキ力砲台の30.5センチメートル砲塔に命中弾を与えている。この一連の戦いにおいてグスタフは48発を発射し、後議戦の後に戦場の摩耗により寿命の尽きた方針を交換。 その後、レニングラード包囲戦に参加するため、レニングラードの郊外に移動、1943年まで待機状態でその地に駐留した。2番砲、ドーラは1942年に入って完成し、1942年8月中旬に、スターリングラード工房戦に参加するために、スターリングラード郊外に展開し、同年9月13日には発射準備体制を完了させたが、 同年11月には、戦況の急変に伴いて死臭している。以後、グスタフ、ドーラともに、重砲兵部隊の展開が行われた作戦の度に、投入が検討されたが、移動と展開、そして射撃準備に膨大な人員と資材、そして集単位の時間が必要なことから、計画される度に中止され、戦争後半になると、ドイツ軍が制空権を失ったことから、移動することすら、 ままならなくなっていった。1944年のアルシャワ法基地圧にも、カール自走急法とともに投入が計画され、出動準備の段階まで移行していたが、最終的には投入はされていない。グスタフ・ドーラどもに1945年4月には、連合国軍に露飾されることを避けるために爆破処分、され、グスタフの残骸は、ケムニッツの近郊で、ソビエト軍に、 ドーラの残骸は、ニュルンベルク近郊で、アメリカ軍によって、発見、回収されたが、回収された残骸のその後の行方は分かっていない。なお、3期目は、方向径を52センチメートルに減少させた代わりに、方針長を43メートルにまで増加した、長方針型に変更される予定だった。この砲は、通常の砲弾だけではなく、玉体にロケットモーターを内蔵した。 ロケット補助推進弾を発射可能で発射重量 680kg の玉体を最大射程 190km の距離に投射することができるとされていた。しかし3番砲は完成せず、砲の一部だけが戦後 S ンのクルップ工場で発見されている。800mm 砲弾と T-34-85 の比較砲弾本体はニッケルクロム工で、 ノーズコーンはアルミニウム合金でできていた。D311 型ディーゼル機関車ジャシーンは戦後、西ドイツ国鉄で使用されたもの 80cm 列車法を牽引するための専用の電気式ディーゼル機関車 D311 型も製造された。二両固定編成二組が1941年にクルップ車で製造された。全長 22.5m。 出力1880馬力、最高速度時速7 5トル8度軸で、総重量147トンであった。この機関車は、第二次世界大戦後は西ドイツ国鉄 V188 型、288型、ディーゼル機関車となり、貨物列車を牽引した。288型は1972年まで使用された。クルップ車は、 1942年12月に本列車法の自走砲型として総重量1500トンに達する巨大陸戦車用ランドクロイザー P1500 モンスターの設計案をアドルフ・ヒトラーに提出している。これは巨大な戦車が必要であるというヒトラーの要望に応えたもので開発計画も承認されたが、 1943年には、軍事大臣のアルベルト・シュペイヤによって中止されている。P1500 は、開発計画によれば、250mm の、車体全面走行を持つ1500トンの自重を、複数の巨大な早期式走行装置で支え、満車性の潜水艦用、ディーゼルエンジン4機で駆動して 15km 毎時で走行し、 80cm 手法と副武装として2機の 15cmSFH-1810 弾砲 MG-151-15mm 機関砲多数を装備するというものであったが、当時の技術水準やドイツ軍の運用能力、そして製造に要する戦争資源の使用量等を考えると明らかに課題な計画であり、実際に実現するものとして計画が進められて、 いったかについては疑問も多い。現在に至るまで実践化された最大の大砲ということで数々の作品で取り上げられており、中には少なからぬ欠点をフィクションならではの大胆なアレンジ、改良で克服した発展型が登場することもある。ありがとうございます。